人房の紙谷崎潤一郎さあディックさんどうかあなたの話というのを聞かせてくださいいい塩梅に今は誰もいませんから寒い晩のことだった私とディックは静かなホテルの喫煙室に向かい合っていた私はディックにその思い口を開かせるべく促しながらストーブの火をかき起こした どうですか、熱い紅茶でも取りましょうかねいやそれには及びませんそういったディックの顔には暖炉の炎が赤く映ってその幅の広い頑丈な額を照らしていた彼はしばらく物思いに沈むようにじっと炎のはためく影を見つめていたがやがて どこか日本人臭い響きを持った英語で語り出すのであった「僕があなたに聞いていただきたいというのは実は今まで誰にも話さないことなのですけれども僕ももう近いうちにここを去らねばなりません」「僕のこの足はこの温泉の効き目によってご覧の通り大変によくなりました」 もはや今では杖をつかずに山路を歩くことができます僕の痛手はほとんど全壊したわけですそれで遅くとも一週間後には立つつもりですが立っても僕はたぶん横浜へは帰りますまいというとどこへ帰るのですかあなたは横浜に家があるのじゃありませんかええそう。 僕の家は横浜にありままますす父も母も母だ生きています僕は日本に生まれたばかりでなく母親は日本人ですから僕のふるさとは日本以外にはどこにもありませんがそれにもかかわらず僕は当分上海でも行って暮らそうと思うのです足の傷さえ治ってしまえば体は至って丈夫ですし 年も若いんですからね。ではディックさんあなたの年はいくつになります日本の年で27西洋流の数え方ではちょうど今年の12月で26歳になるのですけれどもあなたそんなことよりも今言う話を聞いてください僕は、 日本を去るに際して誰にもこの話をしないでいこうかと思いましたがしかしこの頃ホテルであなたとご好意になってからあなたにだけはぜひとも聞いていただきたいような気になりました。とそういったところでこの話は今では決して秘密を守る必要はないのです。これに関係のある人々は僕を除いてもうこの世には一人も生きていないのです。 そして僕も日本を離れてしまうのですからもしもあなたがお聞きになって興味があるとお思いになったらこれを種にして一つの物語を書きになっても少しも不服ではありません不服どころか僕はあなたの筆の力でこの恐ろしい出来事が多くの人に読まれるようになることを希望する心持ちもいくらかはあるのですそれで僕は 第一にあなたに白状しなければならないことはこの足の傷についてですがこれは本当のことを言うといつぞやお話したように地震の時に下敷きになってくじいた傷ではありませんこれはピストルで撃たれたのですディックはそう言って私の驚く顔を見ながら ポケットから刻み煙草のパイプを出したそして深々と安楽椅子に腰を沈めてゆっくり話し続けるような姿勢をとった最もピストルで撃たれたのもやはり地震の時のことではあるのですがそれは地震が原因ではなく一人の女のためでしたさああなたは 多分、花月園やグランドホテルへダンスにおいでになった自分に時々若い西洋人や混血児の男と連れ立ってきた年頃は28区に見えるなんとなくこう獣的なところに一種奇妙な魅力のあるそしていつもその性の高い真っ白な体へハッと目につく衣装を着ていたミセス・オルロフと呼ばれていたロシアの女を。 覚えていいららっしゃらないでしゃなでょうかその女がどういう身分のどういう性格のものであるかはおいおいお分かりになるでしょうがとにかく彼女はあの自分どこの夜会へ行ってもその不可思議な美しさと贅沢な好みとでひときわ群を抜いていました多くのレディーや紳士たちは彼女のことを危険な女 汚れた女というふうにとって付き合いしないようでしたけれどそれは僕らに言わせれば彼女が素性のわからない亡命のロシア人であることと横浜辺りではめったに見られぬ妖艶なタイプであることから自然嫉妬や反感を受けていたのでした一体横浜というところはおそらく。 横浜ばかりではない。東洋の港や植民地ではどこでもそういう嫌な習慣があるのでしょうがたまたま少し風変わりな外国人がやってくると到着の外国人たちはあたかも申し合わせたようにみんなでその人を排斥して彼らの社会へ入れないようにするのですこの強硫な不愉快な気風は 世界戦争の前まではそんなに激しくなかったのに戦争のあとアメリカ人とイギリス人が他の外人を追い払って東洋の証券を独占するようになってから非常にそれが募ってきました彼らは同じ西洋人でもアングロサクソン人種でなければ自分らの仲間ではないどころか野蛮人であるかのように扱うのです。 フランス人は戦争の時に彼らの味方でしたからそれほど嫌われませんけれどもドイツ人とロシア人とはひどく彼らから疎まれていましたことにその人が彼らを圧倒するほどの優れた特徴を持っている場合には何とかかとか陰口を聞かれて嫉妬の的になることは決して珍しくなかったのです。 そういうわけで、オルロ夫人が社交界から相手にされずにいたことは、僕らにとってもっけの幸いになったのでした。なぜなら、僕らも、僕らのような根欠児も、たとえ国籍はアングロサクソンに属していようとも、血が純粋でないという理由で、上辺はとにかく内実は嫌われていたのですから。 あなたこれは話が少し横道に入りますけれどもあなたは一体僕らのような二重国籍者そして事実はどっちの国にも属していない運命を持った人間をどうお考えになるでしょうか僕らが排斥されるのは血が不純であるためではないそう思うのは僕らのひがみで根血時には 低能な子供や不良少年が多いもののだからそれでで世間が嫌がが嫌るのであるああという人ももりますがもしそうならば僕らをそんな傍な人間に生みつけた罪は誰が負うべきものなのでしょう僕らの多くは日本に生まれて日本の道徳というものを知らずそうかといって西洋流の教育も十分に受けていないのですから天能寺になり 不良人になななるののはやむを得ない結果なのですそれは社会の罪であるかあるいは双親の罪であるかは別として少なくとも僕ら自身の罪ではありませんしかるに僕らは無論中には人から相当の尊敬を払われ信用されている人間もいることはいますが大概の場合普通一般の西洋人と そして普通の日本人とも対等に付き合うことができないような扱いを受けまた自分たちもそういう引け目を感じるようになっていましたですから僕らはオルロ夫人を見出した時に多くの蜂が一系の花に群がるようにみんな彼女の周囲に集まり彼女を崇拝したのでしたそしていわゆる 真面目なレディーや紳士たちが彼女のことをあしざまに噂すればするほどなおさら彼女の美貌に引き寄せられたのでした彼女の年は本当は僕らより1も上で3 5 6ではなかったでしょうかしかしああいう肉の張り切った立派な体格の女の年は到底真相がわからないものです 僕はさっき見たところでは十八句と言いましたけれども化粧の仕方では二十歳前後に見えたこともありそのたるみのない真っ白な肩や胸の厚さをのみ眺めれば十七八の娘の体であると言っても誰があえて怪しいんだでしょう顔は丸顔で口が大きく顎がやや四角に張っていて 花はロシア流にその花の穴があたかもブルドッグのそれのごとく正面を向いてハチの字なりに開いて見える短い花でした僕が獣的な魅力といい不可思議な美しさと言ったのは主にその顎と鼻のためですがもしも彼女にあのものすごい瞳の威力がなかったらその要望は おそらく平凡な獣的に崩しその不思議さもあるいはむしろ醜悪に見えたでしょうそれは実際物を見るための瞳とするにはあまり輝きの強すぎる輪の炎が燃えているような青い大きな時によっては海のように広がるところの2つの水晶体でした彼女は しばしば気難しそうに眉をしかめる癖があってそういう折に瞳は潤いと深さとを増しそこから何か光った露がキラキラこぼれ落ちるように思われましたがこれだけではまだ彼女の獣的な美しさの全部を述べてはいないのです日本の芝居に真っ赤な髪と真っ白な髪を振り乱して踊る 釈教という舞踊がありますが僕は初めて彼女を見た時あの釈教の獅子の性を思い出しましたなぜなら彼女の髪の毛の色はちょうどあのように赤かったからです西洋人にはあまりつき赤い髪の毛の女は珍しくなくたまに見かけるものですけれども彼女の髪の色つやといったら 今このストーブに燃えているあの灼熱した石炭のようで僕はああまで強烈に赤いのを見たことはありません彼女はそれを断髪にして真ん中から分けていましたがその毛は櫛の葉も立たないほど多量にあって細かく縮れて月の傘のようにぼーっと左右へ広がっていましたそうして 顔の外回りは髪の毛のために非常に大きなものとなってさながら獅子の首を見るような壮観でしたしかもその首が少しも大きすぎないところの豊かに余裕のある身の丈日韓的なうずい胸釣り合いの取れたしなやかな腕どっしりと重い尻の下に優美な波が揺らめくように伸びている橋 あ,あ,あなたは僕のこういう言葉を誇張に過ぎるとお考えになっては困りますそれはあの頃でもあんな女が美人なものかあの顔はただ咽頭なのだと悪く言う人もありましたけれどもそう思う人は勝手に思ったらいいのです僕は決して誇張していると思わないばかりかこうしてあなたに話している今 あの女の美しさがまざまざと目の前に浮かんでくるような気がするのですその自分最も熱烈にオルロ夫人の関心を求めていた男は僕とジャックとボップでしたこの三人が夢中で彼女につきまとうようになってから他の男たちはその競争の激しいのに呆きれたものか皆 あいつらはバカだと言って手を引いてしまいましたそして残った3人のものはお互いに他の2人の男が今に諦めて手を引けばいいと思いましたがそうなってくるとますます彼女が尊いものに見えだして3人ながら一層恋の深みへはまるばかりでしたジャックもポップもやはり人から嫌われている血が純粋でない若者で 幼い時から境遇の上で僕と親しい仲でしたからそう表立った醜い喧嘩はしなかったもののジャックはボップをボップは僕を僕はジャックをけん制し合い嫉妬し合い才議の目で探り合うようになったのは是非もないことだと言わねばなりませんそうするうちにオルロフ夫人の服装や持ち物は豪赦になり 彼女の衣装ダンスには立派な品物が増えていきましたそれは僕ら三人が女王の足元へ見継ぎ物を剣ずるように一人がキュアを持っていけば一人が宝石を持っていき互いに高価な贈り物をすることを争ったからです彼女はいつも自分は日本へ亡命するまでいろいろつい目にあってきたからもうこの上の苦労はごめんだ 自分はもともと凶楽的な華やかな生活が好きなのだが夫は革命で死んでしまったしもはや故国へ帰れない身だから自分を心から愛してくれ自分の趣味や性癖を理解してくれ好きな生活を与えてくれる男があれば結婚してもいいのだけれど」と言っていましたそして折々僕に向かって「お前の家はどのくらい資産があるのか?」 とか、「それだけの資産をお前が残らず相続するのか?」とか「私がお前の妻になったらどれほどの贅沢がさせられるかお前の両親は私との結婚を許すだろうかとか冗談のように尋ねたりしました僕はいつとなく3人のうちで自分が一番彼女の愛を得ているという感じを抱かされました。 僕は家の財産が父の死後にはその大部分が自分のものになるということ自分も華やかな生活が好きで彼女にきらびやかな衣装を着せいつまでも若く美しい姿を眺める以上の楽しみはないことただ結婚の許可を得るのが心配だけれどそれはまだ年がいかないからでもう12年立ちさえすればどうにかなる。 母親にただをこねてでも承知させる。というようなことを彼女に打ち明けどうか一、二年待ってくれその一、二年の間にしても自分にできるだけのことはするからと好きさえあれば書きくどくようになったのです彼女とそんな話をしたことは他の二人にはもちろん隠していましたけれどもジャックもボップも 薄々それを嗅ぎつけないはずはありません2人も負けない気になって人を出し抜いては彼女の耳にささやき訴え恋の争いは一層激しくなりましたがそれと同時にだんだん彼女の恐るべき性質もむき出しになってきたのでした彼女は酒も飲みましたしタバコもかなりふかしましたし 言葉遣いや態度なども慣れ親しむに従ってひどく存在に暴れてきましたそればかりでなく彼女は僕に結婚してもよろしいという内諾を与え僕の切なる願いを聞いて思いを遂げさせてくれたものの他の2人にもその同じことを許していないと誰が言えましょう現に彼女の身の回りには見たこともない指輪や首飾りや 夜回復などが毎日のように増えていくのにその唇が僕の唇ばかりに触れるものであることをどうして保証できるでしょうこのやみがたい不安と嫉妬は3人ながら感じていたに違いなくもうしまいには道であっても黙って顔を背けるくらい互いに反目し合いましたそして3人が3人とも皆別々な行動をとり 思い思いに彼女の元へ忍んでいきました。僕はこういう状態のもとに、オロロ夫人と一年余りも相びきを続けていました。僕は父が社長をしている山下町の BM 会社に勤めていたので、比較的自由が利きましたから、東京の丸ビルに通っているボップや、時々神戸へ行かなければならない商用を持ったジャックよりも、 一番しげく彼女に会っているものと信じていましたがそのうちにあの大地震のあった大正十二年1923年の八月が暮れて呪うべき九月一日の朝が来たのですここにあの日の恐ろしい出来事を語る前に 一通り彼女の住居の模様を知っていただかなければなりませんがあなたもおおよそ横浜の町はご存知でしょう地震の際にはほとんど瞬時に崩壊して最も早く火を発したのは山下町一円ですがその次にひどくやられたのは西洋人の住宅地である山手方面いわゆるブラフと呼ばれている区域でした あの方面は横浜中でも非常に外国臭いところで割合に樹木が茂り閑静な一角ではありましたけれどもあそこは昔開港当時寂しい山であったところへ彼方の丘やこなたの谷にぽつぽつ家を建てていったのが次第に増えてあのような町になったのですから見かけは立派でもその実古い木造やレンガ造りの建物が多くそれに 今も言うような地勢で斜面や坂道がたくさんあるために地震となればすぐ地滑りや崖崩れを起こしやすいのですそうして樹木が茂っているのに火の回り方が早かったというのはちょうど昼時でどこの家でも中路に石炭を焚いていたからです小さなコンロに炭火をくべる日本流の台所と違ってそれらの家々では 中路が破裂すると同時に石炭の火がたちまちすごい勢いで炎を上げ四方八方から渦を巻いて町を人波にしたのでしたがそれはまあ後の話でオルロ,ロ夫人の住んでいたのはそのブラフの丘の上にある見晴らしのいい二階建ての大きなアパートメントでしたあの建物は僕が生まれた時からあったもので 広くはあるが殺風景な木造の一棟でしたが以前は多分カソリックの学校であったか寄宿舎であったかセントクララ病院であったか何かそんなものがあったのでしょう僕は彼女が住むようになってから初めてあの中へ入ってみたので昔のことは知りませんけれども今では外側のペンキも剥げ内部もひどく荒れ果ててしまって 部屋狩りをしている人々というのは、金がないのと、実気の西洋人たちに嫌われのとで、普通のホテルや借家住まいのできない連中、つまり、亡命のロシア人どもの倉窟でした。しかし、オルロ夫人だけは、最初はどんな風であったか、僕らが出入りしだしてからはそういう汚い巣の中にいながら、 他のの連中とは比較にななららぬ贅沢な暮ししをしていたものです。彼女の借りていた部屋は古風な中継ぎ段のあるはしご段を上り不潔な薄暗い両側に鹿島の並んでいる2階の廊下を行き尽くしたところにあって一歩室内に入ってみればこの陰鬱なアパートメントにこういう豪華な部屋もあるかと驚かないものはなかったでしょう。大概なロシア人たちは、 5 6人の一家族が一部屋に固まって住んでいたのに彼女は二間続きの部屋を悠々と独占していたのみか家具や装飾品なども凝ったものが置いてありましたそのうちの一間は大きな暖炉が切ってあってサルーンと言ってもいいくらいな広間もう一つの方もゆったりした部屋でそれにはささやかな炊事場や化粧室や浴室までも付属していたので。 そこが寝室に使われていました。彼女は門番の夫婦者をうまく手なずけ用事があれば彼らを部屋へ呼びつけてボーイや雨の仕事をさせていましたから一人暮らしではあるとはいえかえってその方がいろいろ好都合なことはあっても何一つ不自由はなかったわけですそれであの9月1日の朝。 ちょうど地震の1時間前に僕は彼女の寝室にいました彼女は朝寝坊でしたからいつもは大概午後でなければ訪ねないのをあの日は土曜日だったので一晩泊まりで鎌倉へ誘い出そうと思って特に午前中に行ったのでしたがその時彼女は今起きたばかりのところらしく朝風呂に使っていました。 そして僕が寝室へ通ると、ははディック今日は大変早いじゃないかすぐ上がるから待っておいでよ」と風呂場の中で言う声が聞こえてまもなくそこへ出てきたのは湯上がりの肌へ緩やかな日本着物をまとった生めかしい姿でしたこういうふうに僕が女の入浴中にその寝室へ入ったり 彼女がそんなしどけない姿で僕に接したりすることは二人の中では当たり前なわけでしたけれどもしかしあの頃僕に対して彼女が媚びを呈する仕方は例えばちょっとした表情でも体の仕草やこなしでもすべてすることなすことが勝負の技巧と選ぶところはなくなっていましたあの朝のことで今でも思い出されるのは その赤い髪が湯気に湿って、あたかも一枚のシュスのように、頭の地肌へべったりと張り付いていた美しさです。彼女はそれを乾かすために扇風機をかけ、寝台に仰向けに身を横たえ、さて、一本の髪巻きを取って、煙を天井へ輪に吹きながら、僕を自分の足のあたりへかけさせました。 そして僕が鎌倉へ行こうとと、言い出すとなぜかそれには答えないで「ねえディックお前私を鎌倉へ連れて行きたければこの間の指輪を買っておいで今すぐ行って買っておいで」。 そういう約束だったのだから買ってこなければ行ってやらない彼女は僕の同じを捉えてゆすふりながら言うのでした強く揺すふれば揺すふるほど 僕の返事を奪い取らずには置かないのですでは買ってやるしかし今すぐあんまりひどいよねえカティンカと僕は言いましたカティンカというのがオルロ夫人の名前でした僕を12時まで置いておくれ午後にはきっと買ってきてやるからよろしいお前は本当にナイスボーイだ では、十二時まで、私がお守りしてあげるよ。カティンカはそう言って、機嫌よくうちえみ。いいかね、リック。その代わり、きっちり十二時までだよ。お昼になったら、一度帰って、四時か五時ごろにやっておいで。 鎌倉へ行くのに日中はあまり暑すぎるからねそしてその時間違いなくあの指輪を持って「そうしなければ私に会いに来ることはならない」それから二、三十分たって二人が甘い恋の楽しみにふけっている時にあのすさまじい激動が来ました。 となり僕はカティンカの手を取って弾かれたように起き上がったことは起き上がりましたが床へ飛び降りようとした途端にたちまちその床が逆に下から跳ね上がってすぐまたドシンと寝台へ叩きつけられましたああいう場合に人は幻覚を見るのであろうかそれとも事実そんなに揺れ方がひどかったものかそういう時にこう僕は。 目の前の四方の壁がぐーっと90度ぐらいに傾斜し頭の上の天井が側面になりそして寝台が下からまっすぐに喫立してくる床から滑り落とされて今まで壁であった方へ非常の速さで転がっていく気がしましたその間僕とカティンカとは暴れ馬の背に乗っているように激しく揺り上げ揺り下ろされたので僕の死角に残っているものは 失踪する汽車の窓から近くの物証を眺めるのに似た全くカリドスコープ的の混乱した線と形だけですただぼんやりとしかも異様な恐ろしさをもって覚えているのはサルーンの暖炉の煙突が呆然たる響きを立てつつさながらレンガの雨になって上から下まで好みじんに崩れた光景でした2人はその音を聞きながらしっかり抱き合って目を閉じましたが 幸いいそれは寝室のの方方へへ落ちてこないで、広間リックリック早く服を取ってきておくれ衣装ダンスに入っている私の服をそういう彼女の金切り声はやっとその時耳に入りました僕は背広の上着を脱いでいるだけでしたから彼女に道前を察しさえすれば2人で逃げるのに造作はないと思いましたしかし大地の振動は未だにし 霧なしに続いて、人はあの時最初に大きな振動がありやや間を置いて第2第3の振動が来たと言いますけれども僕の感じでは一つの長く絶え間なく連続しているところのうねりでした雨津さえ今も言うように床が一方へ甚だしく傾斜していたために僕はようよう寝台を降りて立ち上がったと思う隙もなく歩こうとすると足を取られて急に ぐらっとめまいがしたような心持ちで一見ばかり投げ出されてしまいましたそして四つばいに入りながら床の斜面をタンスのある方へよろよろ降りていく途中あの頑丈な扉に姿見のついている七八尺の高さのタンスが右に左にぐらぐらと泳いで寸時もじっとしていないのを認めました僕はタンスを目の前にしながらどうすることもできないで 自分も一緒に右へ左へ左泳ぎましたけれどもそれも長いことでなくやがてタンスが一層ひどく泳ぎ出したと見えた瞬間あたかも大原石のように僕の頭上へ落下してきました僕は脊髄をしたたか打たれて「うーん」となったことまでは覚えていますがそれから先は気が遠くなってしまったのです リック、しっかりしておくれ俺はジャックだぞディックディックどこも怪我はしてやしないぞ気を確かに持ってくれそういう声が聞こえたのはどのくらい後であったか気がついてみると僕はジャックに抱き起こされてその膝に首を持たれていましたジャックは僕の傍らにしゃがんでブランデーを口羊にして 僕に飲ませているのです僕の惑乱した頭では何故ジャックに抱かれているのかそしてここはどこであるのかしばらく判断はつきませんでしたああ、ティック気がついてくれたかお前はほんの背中を打っただけなのでどこにも怪我はないのだぞさあしっかりして立ってみてくれほら ここにコウモリ傘があるこれを杖にして歩いてみてくれお前は早く一刻も早くここを逃げ出さなければならないグズグズしているは焼け死ぬばかりだ横浜中が今火の海になっているのだ僕はそう言われている間にタンスが今も自分のそばに倒れていて自分はやはりカティンカの寝室に さっきタンスの下敷きになったその同じ場所にいるのでありどういうわけかジャックがそこに来ているのであることを意識しました「ジャック」と僕は言いました「お前はいつどうしてここに来ているのだ」「俺は地震が起こった刹那ついこの下の坂を歩いていたのだそしてここまでまっぐらに走ってきたのだカティンカを救い出すために」 カティンカは無事かあの女に怪我はなかったか。僕はこの鳥を走った時、ジャックはものすごい笑い方をして、後ろの方を指さしました。<laughs> 無事だあれを見てくれ、カティンカはあそこにいる。僕はまだ軽い目まいのする視力を凝らして、ジャックの指さす方向を見定めました。最初はただ、 巨人が足でめちゃめちゃに踏みにじっていったような混沌たる室内の様が映るのみでしたそしてたった今の地震がどれほどむごい破壊力をたくましくしたかがだんだん僕の目に分かってきましたなぜなら自分がついさっきまで恋の陥落にふけっていた部屋は一瞬間に廃墟となってもはや全く 部屋の形をとどめていないではありませんか？広間と寝室の境の壁には、あの煙突が崩れた後に大穴ができ、その穴の向こうにレンガが山と積み重なり、ピアノが隅から真ん中の方へ泳ぎ出してうつむきに倒れています。床は激しく傾いているばかりでなく。所々の板が引き裂かれめくれ上がってそこにも。 と大きな口が開いていてます壁にかかっていた額という額棚という棚は何一つとして元の位置にあるものはなく陶器やグラスや酒の瓶はそこら一面に散り乱れ椅子でもテーブルでも化粧台でもおよそ立っていたものはことごとくひっくり覆されています僕はさっき 寝台が床からずり落ちたように感じたというのは無理もないので、それは今見れば斜面を滑って反対の壁の方へ落ち込み、ちょうど表現派の舞台装置かなんぞのように歪んでいます。そしてカティンカは、その寝台の柱にもたれて棒のように突っ立ったまま、顔は恐ろしく真っ青に、瞳の色と同じくらいに真っ青に、 僕を見つめていましたが彼女がそこにただ立っていると思ったのは僕の資格の錯誤であることがすぐ明らかになりました彼女は正しく寝台の柱へ後ろ手に縛り付けられ無残に両足をくくられているのですあ <laughs> カティンカどううしたというのだ。そういった時に耐えがたいな目めの屈辱のためか刻々に迫る危険のためか彼女は失神したようになって千万元を費やすよりもなお力のある深い瞳を今やほとんど無表情に見開いているばかりでしたジャックお前はカティンカをどうする気なのだ救い出すと言ったではないか僕は夢中で叫ぶや否や 覚えず節々の痛みを忘れて立ち上がりました。待てディック、騒ぐには及ばぬ。俺はこの女を救うことをやめにしたのだ。ジャックは僕がまだよろけるのをしっかり支えながら言うのでした。なあ、よく聞いてくれ。俺はこの女を縛りつけて焼き殺すのだ。しかし決して一人では殺さぬ。俺もここで一緒に焼け死ぬ。 サあ、ディック、お前は何も言わないで、一刻も早く逃げ延びてくれ。嫌だと僕はジャックの腕を振りもぎって言いました。俺はあの縄をほどいてやるぞ。貴様がいくら邪魔をしても必ず助け出してやるぞ。バカなことを言う。あざけるようにそう言ってからジャックは、なおも僕を必死と抱えたまま、僕の耳元へ口をつけて、今度は穏やかに。 悟すように続けましたディックお前はやっと今は俺に助けられた体ではないかお前がどんなに抵抗したところでとても俺に勝つことはできまいそれにそんなことをしていればお前も一緒に焼け死ぬばかりだ日はもうそこまで来ているんだぞほらあの窓の外を見ろ 四方八方八に上がっている煙を見ろもうじきここへもあの煙が舞い込んでくるのだ何もお前までがこの女のために死なないでもいい俺はお前を巻き添えにするのが本意でないから忠告するのだどうか俺の言うことを聞いてくれチャック今日はお前だぞ恋に負けたのであの女を殺すというのは ジャックは気違いのように暴れる僕をぐいっと窓の方へ引きずっていき少しも身動きができないように首筋を押さえつけました「俺は死んでいくのだから一言お前に言い残してやる」「お前は今気絶して倒れている間にあの女が何をしていたか知っているのか俺はあの女がお前を助けようとはしないで」 めぼしい宝石を数知れず肌身につけてここを逃げようとしているところへ飛び込んできたのだ俺があのタンスをどけてやらなければカティンカはお前を見殺しにしたのだなあディックそんな女に勝ったも負けたもないではないかお前も俺も騙されていたのだけれども俺は あの女の女たた。めに身をったもうこの土地にはいられないような悪事をしでかしたそれで一緒に外国へ逃げる約束までもしていたんだがこんな薄情な女に惚れたのが因果だと諦めてあいつを道連れに死ぬ覚悟を決めたお前は自分を見殺しにする女のために死ぬには当たらぬ。 昔の友情に帰って俺と潔く握手してくれそしておとなしく立ち退いてくれボップに会えないのは残念だと後でお前から伝えてくれジャックは僕が嫌だと言えば無理にでも窓の外へ突き落としかねない規制でしたしかし僕はこの 命にも勝る女を捨ててどうして逃げることができるでしょうこの女は僕を見殺しにしようとした僕にもジャックにもそしておそらくボップにも結婚の約束をしたに違いないそれを思えば憎い女ではあるのですが僕もジャックと同じようにこの女に惚れたのが因果なのですジャック お前の親切はよく分かった。けれども、俺もこの女とは約束がある。俺もこの女のために命を捨てる権利がある。と僕は言いました。俺が今ここを立ち退いてしまえば、この恋に負けたも同じだ。こうなった以上、俺は男として負けるのは嫌だ。お前も昔の友情を思うなら、仲良く一緒に死のうではないか。俺はお前に手向えはしないが、その代わりここは一歩も引かれる。 それに逃げるには時が遅れてしまった僕はこう言った言葉のあとでしばらくの間恐ろしく思い沈黙が来ましたジャックは猛悪な嫉妬に燃えた瞳を据えて悔しそうに僕の顔をねめつけましたがやがて抑えていた手を離すと奮然と立ち上がって 板になった床板の上を落ち着かない足取りで行ったり来たりし始めました窓の外にはすでに軒場に近いところから猛々と煙が上がっていましたこのアパートメントの人々は残らず死んでしまったのかそれとも逃げた後であるのか廊下にもどこにも人の気配を全く耐えているのでした 遠くの方でものの爆発する音やバリバリと材木の焼け落ちる響きや阿炎教官の騒ぎが聞こえてはいましたけれどもそれは一層、今この部屋に道渡っている異様な沈黙を深めるのみでしたそのうちにジャックは燃え上がる嫉妬心をようやく押さえつけたらしく僕の前へ静かに止まって手を差し伸べて悲壮な声で言い出しました ックお前を強いて逃がそうとしたのは俺が悪かったお前の言う通りもう逃げる時はなくなってしまったお前も俺もこの恋の勝負は互角ださあ今こそ俺と仲直りをしてくれそしてカティンカに最後のキッスをしようではないか彼は僕の手を長い間握りしめてから 岩手つかつかとカティンカのほうへ進んでいきましたカティンカと彼は縛られている女に向かって言うのでした今お前の名めを解いてやりたいのだがそうすればお前は悪あがきをするだろうもっと火の手が近づいてくるまで煙がこの部屋へ舞い込んでくる瞬間までは 俺はその名を解くわけにはいかない気の毒だけれどもうとてもダメと観念してくれ全てはお前が聞いていた通りだティックも俺も一緒に死ぬのだこうまで二人に愛されたことをせめてこの世での心やりにしてくれカティンカの青ざめた方に 意地の悪い微笑みが上がってその唇がかすかに動いたようであったのはジャックがあたかも女神の怒りをなだめるがごとく偶像に祈りを捧げるがごとくひざまずいて彼女の足に絡みついた刹那でした「ジャックお前たち2人が私と死んではボップが後で恨むかもしれない」。 ボップをここへ連れてきておやり彼女は厳かな口調で言って死を完全に見つめている今最後の抵抗をするかのようにわずかに肩をそばだてましたうんボップに会えないのは心残りだだがそれはどうも仕方がないいいえ仕方がなくはないのだ 今すぐお前がボップを連れてこられるのだこの謎のような言葉を聞くとジャックは僕と目を見合わせカティンカの顔をあわれむように覗きましたカティンカお前は気が違ったなかわいそうにボップをどこから連れてこられるのだ気が違ったのは私ではない お前こそ人をひどい目にあわせて気が違っているのじゃないか。ボップはあたしの足の下にいる。あたしが立っているこの床の下に。その声は落ち着いてこつらにくく、ぞっと僕らを戦慄させる冷ややかなものを含んでいました。ボップはこの下の部屋につぶされている。生きていればあたしを救いに来るだろうに。 お前たちよりも先に死んでいるかもしれない。さあジャック、早くこの床を剥がして、ボップをここへ、私の前へ連れてきておやり。私は誰よりも一番先に死んでしまった気の毒な男を接吻してやる。そう言われたときに僕は初めてこの家の一階がついえてしまって。 二階がそのまま地上へ降りてきていることに気がつきましたがそれにしてもボップが下にいたというのはカティンカはジャックを床下へ追いやりその隙に僕をかきくといてでもなお逃げようと図るのではないかジャックも同じ疑いを持って思いがけない言葉の前に躊躇しましたジャック死んでゆくお前に言い聞かせてやる。 とカティンカはずぶとくせせらわらって言うのでした。お前は私にどこまでだまされていたかまだ本当には知らないのだろうボップが下にいたというわけは私は実はお前たち三人を操るために一階にも部屋を借りていたのだ。この大胆な女の告白は そういうこともあるであろうかと兼ねて怪しんでいたために、なお、この場になって僕とジャックとを見事に叩き伏せました。ジャックは両手の拳を固め、真っ青になって震えながら、彼女を殴るかと見えましたが、やがて僕にただ一言、ディック、この女を頼んだぞ。縄は解いてはならんぞ。というなり、床下の穴を一層大きくメリメリと破って、 そのの下へ潜っていくのでした同時に凄まじい旋風とともに火の粉が窓からうずまいてきましたそれが彼女の顔にも頭にも降りかかり真っ赤な髪が今こそ真の炎となるべく風になぶられている中に縛られながら彫像のように立っているカティンカ誰かこのようにこれほど恐ろしくこれほど美しい光景を目としたでしょうかディックディック さあ、今のうちにと煙の下で彼女は声を励ますのでした。私を連れて逃げられるだけ逃げておくれ。ジャックが来たらピストルで撃っておしまい。そのピストルはどこにあるんだ僕はピストルという一語を聞くと、何がなしにハッとしたので、思わずそう言ってしまいました。それ、その化粧台の引き出しの中に僕は悪魔に疲れたように。 抵抗しがたい力に駆り立てられたように煙の底をほふくしながらついにピストルを手にしましたところがちょうどその瞬間にジャックが下から這い上がってきたのですそして彼の背中には耳の付け根を打ち破かれそこから一筋骨血の線を頬へ引いたまますでに冷たくなっているボップの死骸が担われていましたああ これから後の出来事は今語るのも恐ろしいほどですジャックお前と俺とはやっぱり敵だここで俺と決闘してくれ俺が勝ったらカティンカの縄を解いて炎の囲みを突き破れるだけ突き破ってみるのだ僕はジャックにそう言いましたよしそれなら俺に先へ打たせろ とジャックは言ってそのピストルを受け取って僕に狙いを定めたかと思うと突然筒口をカティンカに向け続けざまに乱射しました僕がこの膝に受けた弾はその時彼女をかばおうとして撃たれたのですあなたは僕がどうしてそこを逃げてきたかとおっしゃるのですか ジャックは女を殺した後に俺が勝ったぞーと叫びながら自分も胸を打ち抜いて倒れたのです4人のうちでたった1人残された僕は <laughs> 急に命が惜しくなりました僕はあり合うナイフを取ってカティンカの髪を ひとふさ切りましたそうしてそれを肌身につけつつ傷ついた足を引きずりながら火の中を潜って逃げ出しましたがあの時無事に助かったのは奇跡と言わねばなりませんディックはそう言って上着の内隠しを探りながら あなた僕はその髪の毛を今でも大切に持っていますよ。俺この美しい絹糸のような赤いものを見てください。と四角な封筒の口を開いて。 手ののののひらの上と毛を落とすのであった。私はディックの手の中を覗いたがその毛の赤さにはいまだにその時の炎が映っているように思えた私は急にしんしんと寒気を覚えてストーブの方へ身をかがめた。 あなただけのとっておきのパーソナルスペース公式名作朗読チャンネル文芸あなたのために選び抜いたミステリアスな空間様々な人間模様女と男の愛と憎しみさあ素敵な朗読アーティストと素晴らしい作品世界の中へどうぞ